はい、1月15日の還暦ガーデニングをやっていきたいと思います。ですね、まあ何も最近変わり映えすることはないんですけれども、昨日ちょっとお客さんが来たので、いつも家の中に入れてる花をですね、ちょっと今日少し外に出しておきました。綺麗に咲いてますね、この2つは特にね。これはよくわかんないですね、生きてるのかでも。なんかこうやってでもカメラ越しに見ると綺麗なんですよね。あとこれもなでしこはなんかわかりません。これ何でしたっけが、これもね、これ挿し木なんです確か。でこれももうちょっと葉っぱがね、もうちょっと死んでます。ちょっとハサミで。で今日はですね、ちょっとこれなんですよ、これなんですよ。これね、プリムラ、プリムラっていうんですか、なんかね、花自体はまあまあ綺麗に咲いてるんですけど、この土がね弱ってて、ちょっとこの辺がなんか土がね減ったような気がするんですよ。まあ減るなんてことはないんでしょうけどもね。ちょっと今日これに土をね入れてみたいと思います。はいはい、ちょっとね、庭の方に来てみました。こんなね相変わらずの庭ですけれども、はい、でこれですね、これでちょっとね土をちょっとこの辺でこうちょっと出してみたいと思います。このような感じでね、これでねどうなるのかは全然わからないんですよ。こうどうなるのかね。でちょっとあの枯れ気味のね葉っぱをちょっとハサミで切ってみたいと思います。まあこれがねこの後どうなるのかね、よいしょ。よいしょ。この作業に意味があるのかどうかも全く分かりません。まあとにかくね、今1月の、15日なんですよね。これちょっとね、3月までちょっとあまりこうどうなんですかね、その2月になったらなんか花が咲いてくるのか、あるいはなんかあのホームセンターにも2月になったら新しい花が出てくるんですかね、なんかね、そういうところがね、よく分かってないので、だいたい始めたのが去年の9月10月ですから、まあ1年間やってないので、花を1年通してやるということがどういうことなのか、もちろん勉強中ですからね、1年目からこんなうまくいくわけはないんですけれども、どういうふうにやっていけば一番いいのかなということを毎日考えながらやってます。あのだからあの動画を撮るネタがないのでちょっと寂しいんですよ。ここどういう風にしたらねいいのかなと思ってます。じゃあちょっとこっちの方のね、庭の方のやつもちょっとなんかこういうのまあカットした方がいいのかとか、カットしちゃいますね。花ね、綺麗に咲いてるので、綺麗でもないですけど、まあ咲いてるので切るの悪いんですけど、まあ切っちゃいますね、ごめんなさいね。これもなんかね咲いてますもんね。はい、花をやってね、徒長という言葉を覚えましたからね、あとなんだろう、どっか切るぞ。なんかこの花は強いんですよね、この辺花、こっ
これもまあ切っちゃいますか、このなんかビオラパンジー系統よくわかんないんですよ、カットした方がいいのかどうかは。こちらはこれトルコキキョウもなんかね、うわーちょっとさ寂しくなってきたな、この辺もわかりません、この辺も切っちゃいます。これも何の花だか忘れました、名前は。ここもなんかあったんですよ、ここ。これ3つあったんですよね、これ1、2、3と。まあどういう風になるやらね。あとはですね、いろいろと、まあ、ちょっとこの辺もまあ汚くなってきてますからね、いろいろとやらなくちゃいけないことあるんでしょうけども、はい、まあ少しずつやっていきたいと思いますけども、今日の動画もちょっとあまり楽しみはない動画ですけどね、以上で終わります。